はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。1時20分ですね。4月は19日の水曜日でございまして、日経平均はと言いますとマイナス100、ですね、マイナス100ぴったしですね、 100.55、為替はですね、ドル円は 134.30 で、この辺でうにゃうにゃですね。まあその他ビットコイン高いですね。なんでかよく分かりませんけど、ドルはもううにゃうにゃですね。1318とこの辺りでうにゃうにゃしてます。さて、本題はですね、産経新聞ですね。産経新聞昨日の19時50分に出た記事です。首相を襲撃容疑者のツイッタークエスチョン、組織宗教票が幅を利かせると選挙制度批判と。岸田文雄首相の選挙応援演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、威力業務妨害容疑で逮捕された兵庫県川西市の無職木村隆二容疑者24が開設したとみられるツイッターのアカウントに現行の非選挙権、選ばれる方ですね、年齢や供託金制度に不満を示す内容の投稿があることが分かった。木村容疑者は公職選挙法の年齢制限などを不服として神戸地裁に訴訟を起こしており、和歌山県警が事件の動機との関連を調べている。ツイッターのアカウントは令和4年6月に開設された。最初の投稿は6月27日、参院選に立候補できなかったとして20代前半の原告が国を提訴しましたと投稿し、訴状の写真をアップしていた。訴状の日付は実際に、木村容疑者が神戸地裁に訴えた日と一致している。裁判の2回目の口頭弁論が行われた同年10月7日には第2回口頭弁論ありがとうございました、今回で決心しました、1回目は被告国が答弁を逃げたため、実質1回での決心ですと不満を投稿。請求棄却の判決後の同年11月28日の投稿では、引き続き控訴して民主主義を勝ち取りますと続いていた。まあ、この辺にしときましょうか。この方が何の不満があってどういう目的があって、あのパイプ爆弾を投げたのかと、爆弾と言っていいんでしょうかね、はよう分かりません。殺傷能力があったかもしれませんね。なんかナットかなんかがですね、30メートルぐらい飛んでたというふうにな報道がありました。仮にそれが記者に当たっていたらですね、命に関わる状態だったかもしれません。で、どういう目的なのかによってですね、威力業務妨害は現行犯として成立してますけども、この方がですね、記者を殺めようとしていたら殺人未遂ということになりますね。ただ気づけばいいと思っていたのであれば傷害未遂ということもなります。まあ、その辺はいいんですけど、去年の7月に起こったですね、安倍さんに対するあれですね、に影響を受けていたことは確かでしょうね。で、その去年の7月の安倍さんの何があって以来ですね、旧統一教会に対してガンガンガンとですね、質問権とか行使されて何やかんややっててですね、もう今頃は解散命令が出てるんかいなと私は思っていたんですけど、出てませんね。なぜかってよう分かりません。解散命令を出す理由がないんでしょうね。ないというか固まらないんでしょうね。で、あと、もうとうとう選挙になってしまいましたからね、これ、国政選挙ではないしですね、岸田の支持率も今上がってるんで、岸田がですね、パフォーマンスをする必要はないっていうのが大きいのかもしれません。これが例えば6月、7月にね、去年みたいに参議院選挙があるんだと、
いうことになればですね、ちゃんとやってますというのをですね、世間に示さなあかんので、統一教会は解散、旧統一教会ですね、みたいなことにしていると、岸田をやってるやんというようなイメージを植え付けることができますけども、今は特にそれをやる必要なくってですね、順調に支持率も上がってます、で、まあ、急ぐ必要はないということでしょうね。なかなか微妙な問題ですからね。宗教法人一つですね、まあ、そのビヘイビアに数々のですね、問題があるということが分かっているにしろですね、解散命令を出すのはちょっとですね、躊躇せざるを得ないというところがあるのかもしれません。去年の勢いであればもう今頃解散命令でしたけどね、なんていうか、あの事件でですね、だいぶ活動もやりにくくなってるんじゃないでしょうかね、統一教会も。カルトというイメージがビタッとこう固定されてしまいましたから、やっぱりね、宗教というのはね、日本という国はね、この宗教という問題がですね、非常になんていうか、こう、独特ですね。というのは、ベースの宗教がないっていうのがありますね。アメリカだったらね、大統領は聖書に、ね、置いて宣誓するわけですよ。まあ、今までアメリカでキリスト教徒ではない大統領っていうのは出てきたことはないですね。オバマさんはお父さんがイスラム教徒でですね、ご本人のミドルネームはフセインですから、ムスリムちゃうかとかって言われていましたけども、ちゃんとそれに対抗してですね、日曜日ごとに教会に行ってましたね。僕はイスラム教徒なんやと、キリスト教徒なんやっていうのをパフォーマンスしてました。ですんで、基本キリスト教ってあるんですね。でヨーロッパも基本キリスト教ってあります。日曜日ごとに教会に行ってるやつなんてもうほぼですね、なんていうか2割以下だと思うんですけど、イタリア人でも行くんでしょうかね、3割も行ってるんでしょうかね、イタリア人、スペイン人でも、アメリカ人で日曜日ごとに教会行くなんてのはおそらく2割は絶対いませんね。1割ぐらいではない、特に都会になればほんの数パーセントもいかないでしょうね。でも一応ベースはあるわけですね。で他の国もあるんですけど、日本とですね、韓国と中国、この東アジアの主要な3カ国にはベースの宗教がないんですね。で韓国と中国にはベースの宗教的な価値観が儒教というのがあります。で日本も儒教はあるんですけども、日本の儒教と中国韓国の儒教は基本的に違いますんで、じゃあ日本は何なんやって、神道なんかっていうとですね、戦前1945年までの政府はですね、神道を日本の国教にしようとしていた節がありますけども、でも1945年以降はですね、もうバラバラですね。私なんかじゃあ何やって言われて、とかってようわからん、ようわからん、何なんでしょうねこれね、お前の宗教は何やってこう聞かれたら、聞かれる場面ないんですけど、聞かれるとまあないと言えないっちし、あるっちゃあるし、正月にはね神社行ってテンテンってやりますし、うちのですね、家の、仏教の宗派もありますし、結婚式はキリスト教であげたちゃうかなってもう典型的に日本人ですね。でも日本でもですね、一部のカルトがありますね。創価学会もそうですし、この統一教会もそうですし、かつてはオウム真理教、まあ、今でもちょびっと残ってますけど、なりましたけども、非常に微妙な問題なんですね。で、あまりやりすぎるとね、やりすぎると宗教弾圧やって言われるんですけども、まあでも統一教会に解散命令を出してもね、解散命令がね、ふさわしいかどうかは別にして、大半の国民は、ああ、そうやんというふうに納得というか、反対はしないでしょうね。でもまあそこは非常に政治的な面があるんで、今の岸さんにはわざわざそういうこと、面倒くさいことをする必要はないということなんでしょうね。解散命令を出せば出したでね、その是非が問われるわけですよ。ちゃんとした正当な理由があって出してるのか出してないのかと。去年の安倍さんのあの事件
のちょい後はですね、なんだして当然やみたいなですね空気になってましたね。今ちょっと薄れてるんかなという気がしますね。でこの時期ですね、あの選挙の前に出さなかったということは次のタイミングというのはですね、当面来ないかなという気はしますね。はい、まあどうでもいいっちゃどうでもいい話ですけど、一応このですね、全部読んでませんけども産経新聞のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。